糸崎君雄です、今回もですね OM システム OM1 マーク2とあと、EMS イコーデジタル 90mmF3.5 マクロとあと、まあ、マクロツインフラッシュ、STF8 ついてるんですけども、さらにですね、ちょっと分かりづらいかもしれないですけどテレコンバージョンレンズですね MC20 というねそれが、装着してあるんですね。で MC20 は2倍のテレコンですから焦点距離にして180ミリですね、だから、360ミリ相当の、望遠になるのか。でそれよりもですねあの撮影倍率ね単体で、この90ミリマクロが、4倍相当なんですけども、このテレコン MC20 2倍つけると、8倍、最大8倍ですね。もう片手では足りない倍率の、すごい高倍率マクロが撮れるという、セットになるわけですね。でそれでねまあ8倍で何を撮るかっていうのねなかなか難しい問題ありますけども、今回ねこのお札をね撮ることにしたんですよ。でこれ新千円札ですね、新しい千円札で、木更津の芝三郎さんが描かれていますけども、ここにね新技術のねホログラムが、入って あるんですね。でこれ角度によって色が違ったりとか、あとそう立体に見えて角度が変わったりとか、なんかよくわかんないすごい技術が、使われているわけですよ。でこれをこの部分をこの、最大8倍マクロで拡大して撮ったらなんかねもうこのカメラのディティカメラの描写力もすごい、レンズの描写力もすごいですけども、このお札の技術がねかなりすごかったんでね、それをまあ見てもらおうと思うんですけども、でまずね倍率的なことで言うとこれが 35mm 版換算で等倍相当なんで24×36mm ですね。この範囲が 24×36mm で切り取ると、だから、フルサイズの等倍というとこの倍率で取れるわけですね。でこれは 90mm マクロの単体で撮ったんですけども、次がこのマイクロフォーサーズで等倍ですね。 EMS イコーデジタルの 60mm マクロだとこの大きさで撮れると。で次が2倍ですね。2倍というのはこの、EMS イコーデジタルの 90mm マクロの最大撮影倍率ですね。だから4倍相当になるわけですよ。 35mm 版換算4倍相当、まあ、4倍だけでも相当にすごいんですけども、さらに、8倍ですね、MC20 2倍テレコンつけて8倍というともうなんかすごいすごいことになるわけですよ。でさらにこれを、パソコンで拡大してみると、まあとにかくね私は驚いたんですけどすごいディティールなわけですね。でまあホログラムってまあ、構造色と言われていますけども、その、まあ、染料とか顔料とか色がついてるわけじゃなくて、この表面の構造、まあ、微細な立体構造によって、色を出していると、そういうことがね、分かるわけですね。でちなみにですね、まあ、自分の確認も含めて絞りの、描写の違い見てもらいますけども、この2倍のテレコンつけてそれで最大撮影倍率の4倍にすると F 値がねさあの F10 になるんですね。もともと F3.5 のレンズなんですけどテレコンつけて倍率上げると F10 になると。で F11、16、22まで絞れるので各絞りで拡大して確認すると中心部分ですね。そうするとねやっぱ絞り解放が一番シャープなんですね。 F10 と F11 ねちょっと絞っただけですけども、でもまあ僅差で F10 の方がシャープかなと。 F10 だとちょっと光のにじみがありますけども、で16になるともうね解説現象の影響が出てちょっとボケるし、 F22 だとだいぶボケるんですね。だからこのレンズは絞り解放か F10 か F11 で使うのがいいと。とにかくねこの木更津さんのこのホログラムのこの周りにね、いろいろこうお花もね描かれていたのでそれも拡大しましたけども、これもねすごいんですよとにかくもう頭おかしいんじゃないかっていうね、その日本の造幣局の技術者の方々ですね。
だからこの、お札で見ると肉眼でも本当にこの花がね見えるか見えないかっていうようなものですけども、その、色によってそのホログラムのその素材というかね、もうとにかく全然違う素材を組み合わせてるんですね。で、まあとにかくこれものすごいですよね、本当にね。で、これがたったね1000円のお札の中にこれだけのものが含まれていて、で、そうそう、これがね、ここが紙の部分ですね。で、紙の繊維よりも細かいね、このホログラムの、どうやって作ってるのか全く見当もつかないですけども、こういうものがこのお札の中に入ってるとね。で次の別の部分ですけども、まあとにかく拡大するとね、この8倍をさらに、ピクセル等倍で拡大してみると、もうその凄さがよくわかるしね、あのこれだけ綺麗で手の込んだものは、あの肉眼ではこれ見えないですからね。私はあのまあドキンガンで メガネ外すともうかなり、目の前10センチぐらいまで近寄れるんですけども、ここまでのディテールは全然読み取れないですね。ね、で、あとね、さらに驚くのが、これも北宇佐と柴三郎さんの、周りの部分ですけどね、上の方ですけども、拡大するとここにね、マイクロ文字、日本線というね、マイクロ文字がねあるんですね。で、これもね全く、肉眼では見えないですね。で、ここが紙の部分ですけども、紙の繊維よりも細かい、日本線というマイクロ文字が、刻まれている、印刷されているとも言い難いですけどね、これどういう技術なのかっていうのは全く分かんないですけどね。そういうものが、このお札の中に入っていると。で、参考までにこれが旧三円札のマイクロ文字なんですね。日本銀行って、右上の線の文字のちょっと下に日本銀行っていうマイクロ文字があって、で、僕はあのマクロレンズのテストでこの日本銀行をたびたび撮ってるんですけども、全然比べ物にならないですよね。この、旧千円札 あのマイクロ文字もすごいですけども、この印刷よりも紙の繊維の方が、細かいですね。この紙の繊維まで、ちゃんとこの描写する、M 随行デジタル90ミリマクロプラス2倍テレコン、すごいですけども、で、ちなみに、これがあの北あの新千円札の北里柴三郎さんの目の部分ですね。だからこれは旧来の、印刷技術と同じもので、結構ね、印刷が濃い印刷が、もっこり立体的に載ってる感じがするんですけどもね、この紙の繊維の上にね、だからこういうその、これ北里と柴三郎の北の、文字ですけども、あとこういう、いろんな模様が、これはこれでね、すごいディティールだし、すごい印刷技術だなと思いますけども、そういうものとこのホログラムが併用されているのがこの、新千円札ですね。この部分ですね、という具合なんですよ。で、今見せた写真はどうやって撮ったかっていうと、実はこれ手持ちなんですね。カメラを三脚に据えてマクロスライダーとかなんとかってめんどくさいんで、私はいつも手持ちなんですよ。で、お札を指でつまんで、それで、指の上にね、このレンズのヘリを乗せるんですね。で、ワーキングディスタンスが5、6センチぐらいですかね。で、最短撮影距離に固定して、で、露出はマニュアルにして、フラッシュもマニュアルですね。でね、今ツインフラッシュ上の方に、持ってってますけども、これね、両側にして当てると、このねホログラムがね真っ黒に映っちゃうんですね。だからこれね、照明ね、真正面から当てると真っ黒く映っちゃうんで、これだから構造色ですからね、片側から照らした方がいいということが判明したので、フラッシュはこの位置にして、それで、こうやってつまんで、で、親指の付け根にレンズのヘリを乗せて、そして、こういうふうに、ファインダーの接眼部を
覗くんですね。この方がまあ、安定すると。で前回の例えばバリアングルモニター使いましたけども、これに限っては接眼部を覗いて、で北里柴三郎さんの、目を探して、で撮るとね、今ちょっと適当に撮りましたけども、あ、我ながらピントちゃんと合ってるわけですね。あの被写界深度、あの浅いレンズなんで、今拡大モード使わないで、ピントの拡大モードは使わないでピント合わせましたけども、まあこのね、あんまり高倍率マクロで拡大モード使うと、そのさらに視野が狭くなるんでね、被写体がどこにあるのか分かんないんですね。まあ、今ねこのお札のディテールは何度か撮ってたんで、私結構慣れてきたので、どこに北里と柴三郎さんの目があるのかって大体、こうやって分かりますけども、まあ、高倍率マクロってとにかく視野が画角が狭くなるので、ファインダーの中で被写体がどこにあるのかってね、目の前にここにあるのに、このモニターでどこにあるのか分かんないっていうね、そういう難しさもまああるわけなんですけども、だからまあピントは拡大モード使わずに撮ると、まあ慣れてくれば撮れてくるとね。だからまあ8倍ですから、まあ、4倍だってすごいね。単体の最大撮影倍率4倍でもすごいですけども、だからマクロ撮影難しいと言われますけども、でもまあ慣れてくればね、実は手持ちでできるし、もちろん三脚据えてきちっと撮った方がいいのかもしれないですけども、でもまあ自然物撮ったりするときにねいちいちいろいろセットするのめんどくさいので、手持ちのやり方ね、だからその人間マクロスライダーと私は名付けてますけども、親指の付け根に、レンズの端っこを置いて、それでまあ調節しながら撮るとね、ぜひね、やってみてね、こういうのできないっていう人はやってみて、ください。はい、今回は以上です。どうもご視聴ありがとうございました。まあ、とにかくね今回極限の性能を試してみましたけども、まだもうちょっとこのセットをお借りしているので、次回以降またね、なんかお届けしようと思います。どうもご視聴ありがとうございました。